京賀・丘古墳は、愛媛県四国中央市柏町にある古墳。形状は、前方公園墳。四国中央市指定史跡に指定されている。愛媛県東部、馬平野を一望する独立給料場に築造された、小型前方公園墳である。京賀・丘の古墳名は、戦国時代に、三好勢が攻め込んできた際に僧侶が経典を隠したという伝承に由来する。 1982年度に四国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査が実施されている。墳景は前方後円形で墳球主軸を東西方向として前方部を西方向に向ける。墳球は二段の地山成形の後半築によって構築される。主体部の埋葬施設は横穴式石室で石室主軸を墳球主軸と直行する南北方向として 北方向に開口した。石室内からは、保養付近道館、近道層 F 字形競版等の多数の副装品が検出されている。この経画、岡古墳は、古墳時代後期の6世紀初頭頃の築造と推定され、6世紀後半頃までに2回の追創が認められる。当時の有力市長簿と想定され、付近に所在する。 ほぼ同時期の東宮山古墳と合わせて、馬平野における市長墓の変遷を考察する上で重要視される古墳になる。古墳域は1962年に旧伊予美島市指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳急クビレ部では、スエの大亀が石室天井石神部の半築土中からは、スエの大型4、耳つぼが破砕された状態で出土しており、 古墳築造に伴う祭祀行為と推定される。主体部の埋葬施設は横穴式石室で北方向に開港した。石室の規模は次の通り。石室は河原市の小口積みによって構築される。石室の側壁は奥壁から直線的に構築されるが、中間地点に扁平な遺体石を立てて平石と側壁の間に小石を詰め込むことで原門を構築し、 両袖式に似た形態とする。現室内には敷石が施され、左周部には敷石を利用した小石管が構築される。この石室内からは多数の副葬品が出土している。その他、前方部においても箱式石管が構築されている。近藤葬 F 字形鏡板き靴は四国中央市、歴史考古博物館の特別展示時に撮影。 石室内から検出された副装品としては、雇用付け混同管、バグ、自家刀、剣、鉄鉾、金管、末木等がある。また前方部の箱式石管からは、人骨、鉄刀が検出されている。ありがとうございます。